スターティングメンバー、そして予想フォーメーションです。ゴールキーパー串引きです。ディフェンス右から小島、城和、畑尾、山中、ボランチ内田と岩上です。右に田中、左に天笠です。ツートップは加藤と深堀という 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。一方の秋田です。こちらも 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。ゴールキーパー新井です。ディフェンス右から高瀬、小柳、池田、飯尾、ボランチ若狭と稲葉、右に藤山、左に三上を予想します。ツートップは青木翔太と斉藤啓太ということになります。青木、小柳、高瀬が古巣対戦ということになります。今のはもう加藤選手の特徴で、前からのプレッシャー、まあ、走力もありますし、まあボール奪って、で前に行けなければこういう形でつないで、サイドバックの小島選手が待つという形ですよね、はい、小島から中に入れてきます。こぼれて岩上、フリーのシュートでしたが枠を捉えることができませんでした。ゴール前シンプルに城は加藤、そして田中、また秋田の方もここはしっかりついています。中に入れてきた、最後は深堀、中から中へ、そして深堀が、そうですね、これやっぱりサイドを広く使いたいっていうのが大槻監督の方にあるので、後ろが3になって両サイドがバックがかなり上がっていくと、両サイドが特に高い位置を取るって形ですね、はい、あただここでうまくかけますが、ここは城和の対応、ただ後ろから飯尾が来てボール回収、中にシンプル入れてくる、ヘディング、先制秋田、群馬から移籍しました青木翔太の先制ゴール。そうですね、これ秋田前半とこれ全然違って、この時点でいつもだったら繰り返すんですよ、簡単に上げてきましたよね、はい、その分青木選手後ろからセカンドからかなり早い位置に入ってきて最後は合わせましたよね。今日もタフに前線でボールをこう受けてということで起点になっていたんですが、このサイドからのクロスうまく合わせました。さあコーナーキックです。今度は離れてますから、秋田はゾーンで守るので、はい、相手の前に出るとチャンスなんですよね、ショートコーナー、山中から入れる向こうサイド、落としてくる、ああいう形で出すのであれば深堀選手が走っている深堀選手の真後ろからボールがそのままついていくと通る可能性は高いんですけどね、はい、さあ三上が奪う、内中体を入れますが斉藤、三上逆サイドフリーだ、ここは串引き、三上がここはロングスローは入れず、もう一度帰ってくる、こぼれて向こう側、ゴールの右を抜けていきます。平松はペナルティで中央付近です。岩上こぼしてシュートに行きます。最後平松がワンタッチ、ちょっと方向を変えるようなそんなヘディングがありましたけれど、この人はドリブルも持ち味、二人来る狭いところ、北川とワンツー、北川振っていく、ただ秋田の選手にワンタッチありまして、オーナーキック変わります、与えません。稲葉、飯尾というところ、この終盤に来ても非常に献身的ですね。そうですね、まあ、本当にやらなければいけないことを徹底してやりますよね。まあ、またこういったものも他の選手たちに十分にこう示す、そういったものになりそう。さあここはチャンスだ、ヘディングだ、押し込んでいく、ここはクリア、ナイスキーパー、押し込んでいったんですがゴールならず、群馬、これ山根選手もよく向こうを見てましたね、完全にこれうまく変わる、入れ替わる、さあ山根左サイド突破した、中に来るがゴール前しっかりと跳ね返します。そうですね、もう本当にボランチまでラインに入ってクリアしますからね、ヘディングゴールの上、クロスバー、もう一回いく、平松のシュート、しかしクロスバーの上、これも山
選手からいいボールが来て、これよく合わせましたけどね。体をひねりながら秋田が青木のゴールで1対0とリード。終盤の群馬の猛攻を跳ねのけまして、ブラウブリッツは秋田1対0敵地に乗り込んで3連勝中、好調の群馬から貴重な白星、勝ち点3。群馬から移籍しました青木翔太の1点、この1点を全員で守り切りました。